いや、甘いね。最近はですね、このファミリーマートオリジナルのビールにハマっております。どうもチャンネルです。はい、ちょっとね、久しぶりのこの動画なんですけども、今回もですね、当選報告の動画やっていきたいと思います。いやー、この動画ほんと久しぶりですね。はい。で、まあ、ちょっとなかなかね、正直、当たった話っていうのは、まあ、少ないものなので、まあ、大きい当たり、ちっちゃい当たりとかっていう変な分別をしてるわけじゃないんですけど、やっぱりもう難易度難しいものをクリアした方の話って非常に聞きたいなと思っているので、まあ、そのあたりでちょっと選ばさせていただいておりますが、今回なんですけども、ビンゴ5、4ライン当選した方のお話なんですね。おめでとうございます。素晴らしいです。ちょうどなんかね、4ラインぐらいからが当選金額もボーンと上がる形になるので、まあ、なんか10万とか20万とか、たくさん買う人だと、ちょっと、元取れてないと思うんですけど、まあ、少額で買っていたら、全然元取れてるよねっていうところなので、で、この4ラインっていうのは、非常に難しい、当選なんですよ。で、これ難しさどれぐらいなのっていうの、このパターンで言うと192通りあるんですけど、で、分数で言うと、まあ、単純に言うと39万、飛び、625分の192。で、これ割っていくと、2000飛び35分の1なんですけど、いや、この分数も意味わかんないよねって話なので、簡単に言うと大体 0.04% ぐらいなんですね。で、じゃあこの 0.04% ですら意味わかんないよねってなるので、これをわかりやすくお話しするとなんですけど、じゃあお友達とじゃんけんしましたと。で、あいこは数えず、例えば僕、まあ、視聴者さんでもいいんですけど、要は相手に11連勝、勝つだけっていうね、形で、する確率と同じぐらいだよっていう、もうなんかもうそれすらも意味わかんないよねっていう、感じなんですけど、まあ、それが、まあ、難しいよと。で、僕もちなみにビンゴ5の過去、最高当選が4ラインなので、まあ、この難しさ非常にわかるよねというところでございます。はい。で、まあ、今回ね、ちょっとお写真を僕はちょっといただき忘れたのか、で、僕のツイッターが調子悪くて画像が消えたのか、で、僕はもしか、間違って紛失してしまったのか、ちょっとこれわからないんですけど、多分ね、ちょっと僕もらい忘れてる可能性はあって、で、そこでちょっと今回写真はないんですけど、まあ、お話いろいろ伺っていたら、あ、この人は本当に当てているな、そしてなんか具体的な内容とかもおっしゃっていたので、写真はないんですけど、ちょっと採用させていただいております。はい。まあ、多分ちょっと僕もなくしたのかもわかんないんで、ちょっとごめんなさい、もしかしたら。当事者の方ご覧になっていたら、ぜひ、お言葉いただけたら幸いでございます。はい。ということで、こちらね、4ライン当選させた方に、4つの質問、ぶつけておりますので、それに対してのですね、回答と、で、僕がこれを見て思ったことと、お話していきたいなと思います。まず1つ目の質問なんですけども、ビンゴ5歴はどれぐらいですかという話なんですけども、3年目ですということで、まあ、3年で言ったら、僕多分ね、4ライン僕が当てた時って多分同じぐらいだと思うんですね。で、僕結構セパレート購入法とかの5000円単位で毎回毎回買う、まあ、形にやってるので、多分投入金額で言うと非常に多い方だと思うんですけど、多分こちらの方、なんかいろいろ伺ってると、そんな毎回たくさん買うような感じではないなと思ったので、あ、結構この人すごいなというふうに、僕は感じてます。まあ、4ラインぐらい当たったことあるよ、僕、私みたいな方もいらっしゃると思うんですけども、要はね、どれぐらいの、要は量買って、これを当ててるかっていうのが非常に重要なところなので、まあ、このあたりで、要はじゃあ10万円買って4ライン当たりましたっていうよりも、例えばじゃあ、僕で言ったらマックス25口で4ライン当てたりとかしてるので、まあ、そういうところが結構ね、まあ、重要じゃないから、まあ、多分ね、量はね、買ってないと思うんですね。はい。で、ビンゴ5をじゃあ3年目なんですけども、じゃあ買い始めた時の、まあ、買い方、どんなものを使ってたんですか、どういう買い方されてたんですかっていうお話させていただいてるんですけども、で、こちらの回答に関しましては、宝くじ YouTuber のついてる母ちゃんの動画を見たと。で、全数字購入法が胸にズキュンと刺さり、衝撃的でしたという形ですね。
で、まあ、これって知ってると思いますが、小口、1000円ですね、購入するだけで全ての数字が入っていると。で、組み合わせ次第で1等も狙えるかもという期待感もあって、まあ、全数字購入法というものを、使い出したということなんですけども、で、こちらの視聴者さんもしかしたら知らないかもしれないんですけど、ちなみに全数字購入法を作ったの僕なんですよ。僕が作ってて、で、もともと僕もビンゴ5やり出した時に、単純にこれ、5口買ったら、各マス5つだから、全部数字か、変えるよねっていう話で、要はまあ、必ず丸がつくよねっていう風なことで、やり始めて、で、この全数字購入法っていう名前をつけたのは、まあ、同じ宝くじ系 YouTuber の関さんの方なんですけど、まあ、こちらの方が、まあ、名前はつけた。で、もともとその買い始めたのは僕だと。で、僕がやりだしたら結構いろんな方がやっていただいて、で、まあ、同じことするのも、まあ、どうなんだろうと思って、で、買い方のロジックは、ま、間違いないよねっていうのが整ったのは、まあ、自分自身やっていただいていることが多かったので、で、それで僕がまあ編み出したのは、まあ、その上位互換でセパレート購入法っていう、嫌か、おう、でも絶対1台に当選が4本するよねっていう買い方なんですね。はい。でも確かにこのね、全数字購入法というのは非常に僕効率がいい買い方だと思っているので、本当組み合わせ次第なんですね。何をどう選ぶかっていうところを、しっかり分析を重ねると、下手すれば1000円で1等当たることも絶対あるなとは思っています。まずそう、非常にね、効率のいい買い方だと思います。はい。で、今回の4ライン当選の時の買い方なんですけども、これはちょっとセパレート購入法を使ってるということで、25口買って4ライン当てたよということなんですけども、で、まあ、あと、じゃあその数字選びどうされたんですかっていう話なんですけども、これに関しましては染愛花さんのビンゴ5の、攻略解説動画を見て数字選びと、あと、奥チャンネルさんの、ビンゴ5の攻略動画を見て、相性数字と全開催分出現順位を参考に考えました。で、お二人とも着目しているところが違うので、ワクワクしながら数字を選びました。で、運が良かったのかもしれませんので、来週もセパレート購入法で挑戦したいなと思っておりますということで、こちらの方、だからその、使っていただいてますね。本当にありがとうございます。嬉しいです。はい。で、まあ、要は選び方が多分一番肝になってくると思うんですけど、こちらの方に関しましては、まあ、僕の、出してるものと、染谷彩さんが出してるものを、いろいろ組み合わせて、見ていただいているということなんですけども、まあ、僕の場合ですね、奥チャンネルさんはフリーを挟むラインで、攻略していて、染谷彩さんはフリーを挟まないラインで攻略しております。で、この2つの攻略数字をうまく活用できれば高額当選も夢ではないと思えてきたのです。で、単純にフリーを挟む数字とフリーを挟まない数字の中から出現順位や、相性数字や、染谷彩さんの動画の、解説動画の傾向を書き出して、奥チャンネルさんの攻略数字を合わせて記入しましたということなんですけども、すごいっすよね。僕自分で買う時もそうなんですけど、なんか、まあ、いっぱいデータ出すじゃないですか。で、実際使ってるのって、まあ、確かに限られていて、で、要はまずこの第一指標データを使って、組み合わせ考えると。で、何パターンかというか、まあ、上段下段で考えるので、やるんですけど、じゃあそれとそれの組み合わせもまた考えないといけないんですけど、その時に、まあ、ランキングとか、いろいろ使っているんですけど、で、まあそういうのも含めて、染谷彩さんのデータとこうガチシャンしてるっていうのは、結構大変な作業なんですよね。で、これ僕見てて思ったのは、あ、すごいなと思っているのが、これもう本当むちゃくちゃ地味なことなんですけども、要はまず紙に書き出すという作業ですね。これ結構重要で、いろんな書き方あると思うんですけど、ロジックで考えたこれ、まあ嫌がおうでも、25口買ったら1年当たるわけじゃないですか。で、ただこの買い方するときにこの方がいいよねみたいなっていうのを意外と紙に書くと思いつくことが結構あって、それで言うと紙に書く作業ってすごいローテクな感じなんですけど、パソコンで打ち込んでいるよりも意外となんか頭が活性化して
なんか選びやすくなったり新しい発想が出たりとかすることがあるので、結構この紙に書く作業っていうのは個人的には本当おすすめしてます。はい、まあそれで、まあ、合う人と合わない人いると思うんですけど、僕結構紙に書くの合うタイプだと思っていて、自分のことを。なので結構おすすめです。で、まあ、とりあえずですね、まずその2人の動画データの、いいとこ取りな感じですということで、2人の良い傾向の数字を比べて、比べて、まあ、一致するものやそうじゃないかなっていうものを、まあ、いろいろ比較検討していくと。で、最終的に、まあ、奥チャンネルさんの出現順位にも当てはめて考えたかなということで、まあ、今回の当選非常に嬉しいです。いや本当おめでとうございます。そして僕も嬉しいですね。結構僕の中でなんかまあ YouTuber 的な話すると、要はこの動画ってパイが大きいよね、この動画ってパイが狭いよねみたいなのもあって、どちらかというとビンゴ5はちょっとまあやってる方のプレイヤーのパイは多分狭い方だと思うんですが、まあ見てもらえてる人がまあそのままじゃあロト7がこれぐらいいたとしたらビンゴ5これぐらいだとするじゃないですか。じゃあもちろん見てくださる人数が少ないので、じゃあ再生回数って見ると、少ないよねっていう話になるんですけど、まあでも僕からすると、見てくれる人に向けて僕は動画出してるつもりなので、そうだから、そう自分も好きだからやってるっていうところで、やっている動画をちゃんと見ていただいてるのはむちゃくちゃ嬉しいですね。本当にありがとうございます。はい、まあとにかく、まあ僕のデータが素晴らしいかどうかは別の話なんですけども、まあまあ僕は基本的にはセパレートっていう、まあ、2つのマスで、フリー挟むところで、僕はもう確定できるよねっていうのを、まあ要は4本あるから4本同時に出すためにどうしたらいいのっていう風な解説をしてるんですけど、で、染谷愛花さんは一方逆でフリー挟まないラインですね。要はフリーを真ん中にしたこう外を囲うライン、4ラインあるんですけど、まあ、ここの相性を出しているというところをまあちょっとこう一致させて、まあ、いろんなランキングとかを組み合わせて今回選んだよっていう話なんですね。だから結構ちゃん と、本当に向き合って買ってる人だなっていうところで、まあ、当たるべくして当たったんじゃないっていう本当に思います。で、最後の質問なんですけども、まあ、今後の目標はということで、セパレート購入法で一等当選と言いたいところですが、来週もセパレート購入法で当選することが、まあ、当面の、目標でございますと。で、125口の攻略法のやり方を詳しく教えてください。今月中に実践したいと思ってます。まあ、ちょっとあんまおすすめしてないんですけどね。はい。で、こちらの方は他県で仕事をしているのですが、毎日仕事終わりに、親に電話して、些細な話をしておりますと。いつも親にありがとうと言っているうちに、親の方もありがとうというようになりましたと。で、それが電話終わりの挨拶になり、習慣化され、運がコロコロ転がり込んできたように今回は感じましたということなんですけど、これめっちゃいい話で、これね、ちょっとまだ宝くじの話と若干ずれるかもしれないんですけど、なんかやってもらったで、ごめんね、ごめんねとかすいませんとかっていうよりもありがとうございます、ありがとうっていう方が相手ももちろん気持ちいいし、でこれ不思議な話だなと思うんですけど、要はね、人に感謝する気持ちっていうのをちゃんと持つと自分自身ももちろん感謝されるようになるわけなんですね。で、まあ人っていろんな感じ方あると思うんですけど、何々やってあげたよごめんねって言われるよりも、何々やってあげたよってありがとうって言われる方が絶対人も気持ちよくなるので、まあ、これ結構、まあ、対人の基本なんだろうなと。とにかくまあ思ってないありがとうは良くないと思うんですけど、ちゃんとその、何々しときましたっていう時に、ありがとうとかありがとうございますっていう風な言葉を、かけてあげることでよって、まあ相手も気持ち良くなって、自分も、本当にありがとうって思ってる気持ちを出すことによって、まあなんか運が良くなるような感じもしますし、人間関係がね、やっぱ円滑になったりとかもすることがあるので、まあやましい気持ちなしで、やっぱりそういう言葉を遣いを整えるみたいなことも案外、まあ運を呼ぶっていう意味で言うと重要なのかなと思うんですよね。やっぱ嫌われてる人よりも好かれてる人の方が
結構運が来てるようなイメージもあるし、あと結構人から人に運って移るものじゃないかなと思ってるので、だからまあ例えばその相手方がすごく強運を持ってたとして、じゃあその人の運をいただくにあたっても、やっぱりまあ、あこの子とかこの人っていい人だねとか、なんかこのなんか嬉しいよねって、感謝してくれてるって嬉しいよねみたいな風に思うと、なんか運もそういうところにまあずっとねついてきてくれるもんなんじゃないかなって、ちょっとなんか若干神がかった話ではあるんですけど、まあ、あのとにかくまあやっぱ僕ありがとうという言葉を、ちゃんと言葉にする、思うだけで言葉にするっていうことはまあ非常に重要だなと思っているので、まあ、こちらの方はまあ書いてある通りだと思うんですけど、本当に運が転がり込んできたのはもう間違いないんじゃないかなというところでございます。はい、じゃあ一応今回ですね、この4つの質問に対して、僕が思ったことも、お話しさせていただきつつ、やっぱりそうビンゴ5を攻略の肝は、まあ、もちろん買い方も重要だし、買う回数や買う金額も重要だと思うんですけども、やっぱりちょっとこれね、本当特殊な宝くじビンゴ5は特殊だなと思ってるんですけど、当たりそうで当たる、で当たらなさそうで、でもなんか糸口があるみたいなところなので、まあ糸口が購入法だとすると、あとは並べ方だとするならば、やっぱりデータをちゃんと見ながら、見ていく感じですね。で結構これこの間の動画でもあったんですけど、クレバー先生の動画を見ていただいている方でと僕の共通の視聴者さんも、あれ確かにごめんなさい2等だったと思うんですけど、当ててらっしゃったので、まあそれで言うと、まあ僕のデータだけじゃ足りないよねっていうところもあるんですけど、あれもこれもそれもっていうのはちょっと僕もできないので、でそんなんだともう1動画2時間とかになっちゃうから、まあいろんなね方々が挑戦している中で、まあわかりやすいのですと、多分染谷愛香さんだったり、クレバー先生だったりっていうところが、まあ今現在活動されている方で僕はわかりやすいんじゃないかなと思ってるので、まあそのあたりのね、方々の動画とこう一緒にガッチャンして見ていただきつつ、そして僕もねちょっとねぼちぼちね、クレバー先生とのコラボもやったんですけど、まあ染谷愛香さんともちょっとやりたいなと思いつつ、まあ三者コラボ、三人コラボっていうのもちょっとやっていきたいなと思っております。まあちょっとね本当に年末に向けてビンゴ5ちょっと力入れて頑張っていきたいし、あとまあ1000円予想みたいなちょっとちっちゃい予想なんかの企画も組んでいってるので、まあそこもちょっとねしっかりやっていきたいなと思っております。はい、まあとにかくね本当に、まあ、今回当選者さんおめでとうございます。大事に使ってやります。では皆様、高額当選を祈っております。ご視聴いただきましてありがとうございました。最近ビール高くない？